ました。Now、今。はじめまして、こんばんは。見ててください。まさるくん。ふわくされた。今、まさるくんをふわふわにするっていう運動。チュッ。OK?こんばんは。自己紹介をします。はい、 NGT48 のテニス少女みんなのハートにナイスショー、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、さあ今日はイヤリングです。これは、あ、そう、インスタもこの洋服なんですけど、そうです、さっきと今日撮りました。さっきではない、全然さっき撮りました。イエーイ、見ましたか。あ、サービスエースアドバンテージ、あり、こんばんは、ナイスショットありがとう。イヤリングはやっぱズルみたいな感じじゃん。だから TikTok の宣伝とかは発生してないの。だから Twitter は今日ゼロ。サルサ貯金箱ありがとうございます。そうだから、そう、しっかりと皆さんに届ける、アイドルとしてツイートしたものとかを貯金箱にした。コバありがとうございます。一番評価してほしい、それは当たり前のことじゃないですか、宣伝はね。そうだからあれだ、ヤホーヤホーはっ、そうそうなの、そうなの、この髪の毛。ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今日は9時までですね。インスタ1日だった。え、どこが、どこどこが、あ、肩出してるから、それか、そんなんみんなしてるよ。ありがとう。小判ありがとうございます。さらちゃんのストレート好き。あ、今日は巻いてるわ。ストレート、ストレートでね。こんばんは、おさらたん、こんばんは。インスタの4枚目が美人すぎて、4枚目。おお、そうみたいです。もうちょっと、あ、明日、あさってか。肩出して冷えますよ。今出してない。サラ姫は帰りました、天の川へ。メイク道具やスキンケア用品って買い置きしたりするの？私はあまり買い置きはしないですね。そう、あのね、飽きちゃうからすぐ。サインください、色紙サインください、あげます。いつだ、 CD 予約で漏れなくサラちゃんのサインが。そうなんです、7月10日10日の、待って、ちょっと待ってくれ、何日だっけな、はい、行きます。7月10日金曜日20時30分から7月11日土曜日23時59分の間に AKB48 グループショップでシャーベットピンクの通常版 CD を予約購入された方には、希望メンバーのお名前入り直筆サイン入りメンバープロデュース生写真がもらえるそうです。そう、私が自分で撮りました。そうなんです、10日は、あ、直筆、すみません、直筆、やっぱだるま筆で出たよ、変換、携帯もバカになったかな。ぜひお皿を指名してね。いつからそんな肩を出すように。いや、肩を出す服はたくさん持ってるんですけど、こうやって肩を出さずに生きてきたんです。ぜひね、
そう、私は告知をたくさんしてしまうおバカさん。ハートありがとうございます。例えば10枚買うときはメンバー分けた方がいいのか、サラちゃん10枚がいいのか。サラちゃんさあ、そうです、直筆サラがサインだけじゃなくて、もしかしたらたくさん私は書くと思います。あ、そうです、皆さんの名前を書いて、何々さんみたいな、何々さんサインみたいな感じですね。そうです、サラのサインにするか迷い中、ぜひハートありがとうございます。そうです、みんなの名前を書いて、一人一人しっかりと書いて、大変じゃない、でも楽しいじゃないですか。ニックネームが NG みたいだな、確かに。でも本名の方が嬉しいでしょ。ぜひ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 書きまーす。サインと多分メッセージとかかな。そう、その10日の20時30分から7月11日の23時59分までの間に、はいです。あ、いた本名だと誰だろうってなるよね。いや、ならないよ。たったそうなんですよ、2日しかないので、皆さんどんどんおさらのところに。さ、さあさあさあ、フルネームは恥ずかしいの？なんでやねん。ぜひ見てください、チェックよろしくお願いします。さらちゃんこんばんは。こんばんは。ぜひ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 、でも本名の方がいいやん。いらないの、名前、名前いりませんって書いてみて。みなちゃんと髪型をおさらにしたの、それはおそろって言いたいですね。はい、おさらですかね。あ、おそろにしてない、今してない。え、おそろだったの。だるまさんありがとうございます。フルネームなの、フルネームなのかな、知らないよそこまでフルネームなんかな。あーあーあー、書いてあるじゃん。あ、本当だ、フルネームらしい。え、名前バレちゃう、いいやん、ダメなん、バラしてや、いいやん、知りたいもん、ソロだって知りたいやん、知りたいもん。あ、モハメの返信で本名教えとくの、いいね。そしたら、あ、あー、イヤリングあげてもいいけど気に入ってもらえるか。いや、イヤリング、私プレゼントでイヤリングもらったことあるけど、でもすごいつけてる、いつも。こともあるから、いや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 、知ろうよ。お、名前だって私だって北原理恵さんにおさらって呼ばれるよりサラちゃんって呼ばれた方がいいじゃん。なんでだよ、なんでみんな、おい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 、なんでだよ、そんな本名知られたくないんか、おいおい、知ら、なんでみんな、え、うん、トークうまい、ありがとう、名前知りたいの、知りたいでしょ、え、知りたくないの、うん、知られたくないんか。あ、照れるんか。そんなんは気にせず。なぜキタリエ、キタリエさんが大好きなんです。北原さんの認知は負ける。いや、勝ってますって。遅くなりました。いらっしゃい。照れるよね。照れるんかい。
俺はちゃんと教えとく、ぜひ。あ、職業がスパイな方、ここで言って大丈夫ですか？もう言っちゃったんで。あ、事務所 NG とか。あ、どこですかね、事務所。まさか太田プロですかってやつか。かっこいいな。こんばんは。危険です。危険なのバレたら危険。ちょっと待って、ちょっと待って。わかりました、バレてください。秋元さんが家に来たら怖い。いやいやいや、待って、行かないけどね。あ、行かないと思います。そっか、バレたら特定。あ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って。僕には SP がつ、いや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 、もうもっと知りたいわ、そんな時代劇かよ。フルネーム知ったら俺の名字になってく。いや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 、待って、どういうこと、どういうこと。結婚するの、まだ結婚できないけどね。ググられたら困る。ググんないって。ググったらいろんな人出てきちゃうよね。小宮山沙羅でもいろんな人出てきちゃうから、高梨沙羅選手とか出てきちゃうから大丈夫。本名小宮山に改名する。あ、それだったらもう いいね、楽だね。私も、私追われてるから。いや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 、すごいわ。追われてる人多すぎじゃない、このショールームの、ルームの中にさ。いや、スパイとかいるもん。いや、やばい職業の人ばっかや。スカウトされちゃう。いや、名前だけで。すごいな。そんなんだったらもうすごくない？どんな名前なんか逆に気になるね。スカイ。スカイ。スパイ？スカウト？ガードマンつけないと。おいおいおい、怪しい人ば。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。大喜利。いや、ほんとだよ。小宮山家に嫁入り、婿入り。そうそう、私読めないんだよ。うん。どっち、反抗しとけばね、小宮山。実はロシア人だとバレる。バレ、いいやん、知りたいわ。ロシア人の名字知りたいよ。めっちゃ知りたい、逆に。バラありがとうございます。待って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 、もっとおかしな人いるんだけど。待って、イカ星人って何？イカ星人どこ、どこの、どこの、え、もう国とかじゃないじゃん、星じゃん、星じゃん。イカ星人ってどこ、もう何、日本がもう解明できてない星から見てんの。お疲れ様です。ところじゃない、いや、宇宙人だとバレる。もうそれはおかしい、やばい。もう宇宙、本当だよ、宇宙規模だよ。本当にありえないよ。なんで、なんで、なんで。いや、本当グローバルすぎる、私のショールーム。だってロシア人いるんでしょ。で、宇宙、もう宇宙どころじゃないじゃん、もう。イカ星人って何で、もうスパイ、スパイもいるんでしょ。で、スカウトされちゃう名前の人がいるんでしょ。もうすごいんじゃないの。デヴィ夫人、はい、こんにちは。すみません、ぴょんぴょん星人です。いや、星人、いや、もうやばい人だよ、ぴょんぴょんしてる。星人の性を間違ってるのか知らないんだけど、あの、二十歳超えてるの星人ですよね。ぴょんぴょんしてる二十歳超えっていうことでよろしいでしょうか。素敵だと思います。いいと思います。いや、もうこれは私にその言葉を言わせようとしてるのですが、そんなことには乗らない。こんにちは、本名よろしくお願いします。イカデビル、いや、もうわからん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 、もうね、どこ自分の名前がひらがなカタカナで書かれるなんて耐えられない。そんな苦痛、何回も書いてるよ、それ。ひらがな、ひらがなカタカナ漢字、もう英語とかも、英語知らんけどね。サラちゃんのサイン欲しいからたくさん買うよ。ありがとうございます。腹痛すぎ。そろそろ本当で戻らないと。何時間ボケとつく。ほら、もうあと10分や。バレたか。おい、はるか村に戸籍あるのバレる。もうバレてる。アトランティス大陸のシュメール、え、シュメールの、え、ちょっと待って、わからん、勉強しないと。小宮山さら、あ、ありがとう、代わりにカタカナ書いてくれ。本名小宮山ダーリンです。おいおいおい、何人、すごいハーフでしょ、どう考えても。なんかもうすごい狙ってるハーフだわ。
漢字は普通やろ。まあ、漢字は普通ですけども、さらちゃん漢字書ける？あ、すごいバカにされてる。漢字書けますよ。漢字書けるよ。漢字書けるわ。サイン入りの特典の時に書かれ、ぜひ皆さん特典あるのでよろしくお願いします。漢字書けますので、全然書けますので死神騎士課題が終わらないけど来た。私も課題が、課題っていう言葉が世界で3番目ぐらいに嫌い、数学が1番目ぐらい。待って、乗り物が今修理中で戻れない。いや、ちょっと見てみたい。本当に小宮山家に向こう入り。おい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 、漢字不可じゃないの？漢字不可ですね。漢字書けないわ。小宮まさら、そう、漢字は書けないんだけど、カタカナって書いてあってんだ。あれ違うわ。もう足がしびれたよ、みんなのせいで。課題頑張ります。本当に終わらない。終わらないどころじゃなかったよ、本当に。終わらないどころじゃないよ。特典はですね、7月10日8時20時30分から7月11日23時59分までに CD を予約購入された方には、私たち希望メンバーのあのサイン付き生写真がついてきますという特典です。そうそうなの。だからみんなに、そう、なんか本名、あ、そう、名前を書けるんです。その皆さんの名前が、そう、またこのなんかすごいロシア語で書いてください。すごいすごいすごい。そうですので、ぜひ皆さんおさらを指名してください。よろしくお願いします。はい、あー、今日のサルサル、ほんと生々しいサルサルで、え、納豆の日生まれだって。平安京、7月10日。あ、小宮まさらさん、こんばんは。こんばんは。うふ、モバメの返信で教えるなら、漢字ひらがなカタカナどれがいいのかな。あの、ひらがなかな。通常版だよね、ご役は。通常版ってことは、ちっちゃいもんクラブの楽曲が入っていますかね。あ、710年、あ、そうそう、それそれ。納豆の日おめでとう。明日、明後日。待って、今日のサルサルを入れていきます。私、いいアプリを入れたんですよ。タコありがとうございます。あ、劇場版か、間違えた。通常版です。入ってなかった。はい、今日のサルサル、今日のワンコ、今日は合計で530、あ、ちゃうわ、間違えた、これね、530円を、あ、530サルサルを貯金箱に貯金していきます。そう、500円を超えました。平成21年。それでは、チャリーン。はーい、たまりました。でですね、今日はあの小宮山、貯金して何を買うの考え中で、昨日の配信終わってからのサルサルが210円なので入れていきます。210円、オッケー。そう、意外とこんぐらいじゃない。今肉食べたいね。じゃあ、そうです、食べ物に、あ、あとですね、あ、
いいアプリを見つけてね。すごいたくさんいいアプリの見て、こんな感じでねできるの、すごくない？サル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 、うん、サルサル、こうやっていっぱい TikTok とかいっぱいやっていくの。そう、今日何を更新したかわかる？でも最近ママがあのね、ママもキャッシュレスの人だから小銭がなくなってきたみたいなので、一回明日ぐらいからきっとカードになります。カードじゃない、多分1000円とかを一気に入れていかないと、あのもう小銭がない状況なので、頑張ります。まあいろいろ案を考える。ほら見て、すごくない？さあさあさあ、ママカード払いだから。そう、ツイッターはゼロサルサル。ツイッターとショールームの100サルサルだけゼロ、今日は。ピエン。それ以外はちゃんと更新しました。そう、こんにちは。よかったよかった。そう、今日はね、本当は本当はそう、ちょっとね、いろんなところがすごく大雨警報とか出てるので、皆さん気をつけてください。気をつけてくださいね。ピエンの歌、そう、後で見ようと思ったよ。おバカに優しいアプリ、おい銀行で両替しましょう。そんな手間をかけるんか。まあ、かけようかけよう。そう、雨怖い、本当に。私の近くじゃないんだけど、ママがね言ってたの、雨で、雨っていうか木とかが流れてきてたらしくて、篠の川のに、小千谷市の、そう、すごく溢れてる。なんか普通ではそのお水、川がその出ないところにももう出てるんだって。川が前もあって、その状況と一緒みたいな感じで、でもおじはまだいい方だったみたいで、そうだけど、今もっと大雨警報が出ているところ、もう長野とか岐阜とかにも来てて、長野隣だし、岐阜中部地方だから、すごい気をつけてください。九州の人はもちろん、すごい TikTok とか Twitter とかでもよく流れてきてるけど、本当に心配なので気をつけてください。私も気をつけます。なのでね、そう、気をつけてください。お願いします。はい、ぜひこのルームをフォローしてない人はフォローしてください。他の SNS もよろしくお願いします。すごい、これそうだった、21時になったら切れちゃうんだ私、ごめんなさい。そうです、屋根に登りましょう。はいはい、気をつけます。本当に気をつけ、本当にもう冗談じゃないので気をつけてください。よろしくお願いします。はい、課題も頑張ります。